こんばんは、ハラミンです。はい、ということでホテルでのねコンビニ晩酌をお届けしていきたいと思いますけども、今ここは見て新大阪の駅を見下ろすホテルでございますけれどもね、私今大阪に来ておりまして、大阪のこのホテルからねちょっとコンビニ晩酌をしていきたいと思いますけれども、まずちょっと風呂上がりなんで乾杯しましょう。乾杯。札幌クラシック、クラシックじゃねえや、黒ラベル。で、まあ何しにね大阪に来てるかというと、まあ、動画にももうなってると思うんですけれども、ちょっと西成の方にですね、動画を撮影に来ておりまして、西成のね居酒屋とか寿司屋さんでねちょっとお酒を飲む動画を撮りに来たんですけども、その夜でございます。で、まあ夜は落ち着いてね、おしじみの味噌汁とかね、急に食べたくなったバターチキンカレーとかね、あとこれってゼロ秒チキンラーメンとかね、それからこれ乾燥させた生ハム、はい、とかを食べつつちょっとね、飲んで喋っていこうじゃないかというそういう動画でございますけども、なんでバターチキンカレーにしたかというと、コンビニに入った瞬間にですね、なぜかそのコンビニに、カレーの匂いが充満しておりまして、もうそれで一瞬にして心を奪われてしまった次第でございますけども、セブンイレブンのバターチキンカレーうまくね、うまいね。一人寂しくね部屋でね飲むのがいいんですよ。出張というかね、そういう日の夜はね、何を温めるの忘れた。うん、うまい。ここね新大阪なんですけど、新大阪の駅のすぐ近くなんですけど、新大阪本当に何回も来てまして、まあ、新幹線止まる駅だから何回も来てるってなんですけど、あの前の会社に行った時にですね、まあ、漫才対決とかっていうのをしたイベントがあったんですけど、そのホールがねすぐそこにあった、メルパルクホールってとこがすぐそこにあって、たくさんのお客さんの前でね漫才とかをしたんですけど、昔ね。まあでもね、西成にね行ってきましたよ。西成はまあ行ったことある人は もちろんご存知なのかもわかんないですけど、あそこはちょっともう本当に独特というかもう違うね、やっぱりね。まあ知らない人にご説明いたしますと、それこそなんか治安が悪いというかね、ちょっとやばい人たちが結構いる街って言われてました。まあもし知らなかったら西内で検索してもらえればいろんな情報が出てくると思いますけど、例えば撮影をしてたらそのカメラを取り上げられるとか、おい撮ってんじゃねえよとかって言われるとか、昔はそういう状況だったらしいんですけど、その今回私を案内してくれた方が、最近西成そんな感じじゃないんで大丈夫ですみたいな、で許諾も私が全部取るんで、お店の撮影の許諾とかも全部私がと話通すんで来てもらって大丈夫ですみたいな感じで呼んでもらったんですけど、こっちから行く時に想像してたのが、街の雰囲気というか、そのなんていうの、殺伐としたというか、そういう雰囲気でいうと東京でいうと蒲田とかそっちに近いのかなと、あとはな、まあ足立区でも俺足立区行ったことないから足立区の雰囲気わかんないんで、まあ蒲田行った中だと蒲田が近いのかなと思ってたんですよ。そしたら、まあ、動物園前駅ですか、動物園前っていう駅で降りて、6番出口の階段バーって上がっていくと、もう階段のすぐ、ね、上がったとこは もうまずパチンコ屋じゃないですか。あ、パチンコ屋だと思って、であの交差点っていうか横断歩道を渡って西成の地区に入っていくでしょ。で、まあ入ったすぐぐらいのところは、あ、なんだ蒲田っぽいなと、俺の予想は当たっていたなと、蒲田じゃんこんなのと思って、どんどんメインストリートを通り、ね、突き進んでいくと、あれ、これはちょっと違うぞと。まず最初に気づいて違和感としては、蒲田は地べたに座った人はやっぱいないんですけど、地べたに座ってる人の数が尋常じゃないっていう、なんでこんなに地べたに座ってるんだろうなってい う, そうですね、まず受けた印象はそこですね。すごいなっていう、あとまあ土日に行ったってのもあるんですけど、もう昼間朝ぐらいからもうみんな飲んでる、もうその店の外にまで椅子出してわーって飲んで、で本当にあの店先でホルモンを買って焼いてるのね、焼いてて、でそこでわーって飲んでさ、でまあ皆さんの声が
大きくて、なんか関東の人間がするともう本当に喧嘩してんじゃねえのかなっていうぐらいの声量と、なんていうの、ダミ声というか、あーあーあーみたいな感じで言ってっから、え、喧嘩してるのかなみたいな。でも別に普通に会話してるだけだったりとかするし、ちょっとね、本当カルチャーショックというか、本当に日本にこんなとこあんだみたいな、ちょっとびっくりして、あ、これは確かにカメラもそりゃ取り上げられるわなみたいな、何撮ってんねんってなるわなとはな思った。で、飲み食いをねしてる様子は他の動画で上がってると思うので、そちらをご覧になってほしいんですけど、まあ普通に食べててトイレ行きたくなったんですよ。うどん屋さんでトイレ行きたくなって、でそのうどん屋さんにはトイレがないと、トイレがないから、あ、じゃあちょっとそこにコンビニあるからってローソン、コンビニにバーって行って、コンビニのトイレ使わせてくれるかなと思ったらトイレあったんですよ。で、使わせてくれると。ただ、なんかオートロックになってるので、一声かけてくださいと。で、店員さんにすみません、トイレ使いたいんですけど、まずガチャガチャって、空いてないからガチャガチャってやって、トイレ使いたいんですけどって店員さんに声かけたら、はい、トイレですって言って、で、オートロック外しますってピーって外れたんですよ。あ、じゃあトイレ行けるわと思って、ガチャって開けたら、おじさんが、はぁ、って顔をしながら、こうやって、はぁ、って、おじさんがうんこしてて、はぁ、って、目があって、あんなおじさんの、あぁ、って顔、あ、やっちゃった、って顔、久しぶりに見た。で、俺も、あぁ、って、閉めて、もうおじさんがうんこしてるとこなんて俺も見たくねえよ。西成に来てさ、すいませんっつって、すいませんっつって、いやもう大変申し訳ないことを、おじさんにはね、大変申し訳ないことをしてしまったんですけど、でもちょっと罰が悪くなったからさ、ちょっと退散しようってことでちょっとコンビニを出てさ、でもおしっこはしたいからどうしようかなと思って、で一旦うどん屋さん戻ってさ、どうしようかな入ってましたみたいなこと言ったらさ、あ、警察署のトイレ私借りてるから警察署でおしっこしてきなって言われて、そのうどん屋さんのご主人に、え、警察署っすかっつって、で一緒に来てる店長とさ、じゃあちょっと警察署一緒に行きましょうよっつって行ったらさ、もう警察署がもう本当にまず入り口がなんか鉄の扉なの。鉄の扉でさ、なんかもう本当にここ警察署ですかみたいな、キャッスルじゃないんですかみたいな感じの、そこをこうやって入っていくと、まあ警察署のガーって入り口があるんだけど、それもまたなんか鉄製のさ、重たそうな扉、冷たくと重たそうな扉をさ、こうやってギーッと開けてさ、入っていって、すいませんっつってトイレ貸してくださいみたいな感じでさ、すいませんって、俺ら男2人で入ってたけど、すいませんって入っていったらさ、もう俺警察署って入ったの初めてだったんだけど、もうなんつうの、こうやって作業されてた警察官の方々がもう一斉に全員ババババみたいな、もう実際立ってはないんだけど、俺らの印象としてはもう全員の警察官の方がガタッみたいな、なんだなんだ、誰が入ってきやがったみたいな感じで、もう臨戦態勢ガタッみたいな感じになったイメージで、も実際はガみたいな、はいみたいな、なんですかみたいな、お手洗い借りたいんですけどどうぞ僕ですみたいな。でもあーって歩いていく間もなんかずーっと俺らもう本当に見られてみたいな、多分そういう街なんだろうねって言うとあれですけど、あ、すいません失礼しますみたいな、俺らはさ入っていったけど、もうあれは本当にガタってなったね、ガタって。警戒されてますよね。2本目、はいはいはい、2本目はですね、西日本、JR 西日本限定ゆずビール。はい、やっぱご当地に来たらご当地のものを飲まなきゃということで。ゆずビールだから。あ、ゆずの香りが。おお、うまくないんだね、もちろんね。ゆずのちょっと苦みが加わっていて、非常に美味しいですね。いやあんなところがあるとはな。大阪本当に何回も来て、それこそグランフロントとかさ、でイベントもやってるしさ、あと雨村のあの古着屋さんのとこでもさ、もうイベントをやったしさ、で新大阪のそこのメルパルクホールでもさイベントやってるしさ、大阪は本当にいろんなところ結構来たことあって、で大阪全然行ったことあるよみたいな、もう我が物顔でさ、大阪全然行ったことあるよって言ってたけどさ、俺の行ってたところは大阪じゃなかったね。まだ大阪を知らなかったね、俺はね。まあ決してだから、そのあそこが大阪だと、もう大阪の方たちはまあおっしゃらないんでしょうけども、でも俺の知らない大阪がまだまだたくさんあった。で動画にもなってると思いますけど、本当に俺ら飲んでたら道で本当に普通に喧嘩とか始まりましたからね。謝れって言ってんだろみたいな、ああみたいなのが遠くから聞こえてきて、
わ、喧嘩だ喧嘩だみたいなのが向こうから遠くから聞こえてくるんですよ。でお店の中とか、何喧嘩みたいな感じ、なんだなんだ喧嘩かみたいな。であのなんかさ、店の中で飲んでてさ、ちょっとずつ神輿が近づいてくる雰囲気わかる？ちょっとずつさ、こう神輿が近づいてくるとさ、店の前をさ通り過ぎるさ人たちがちょっとずつ増えてってさ、でこう後ろ向きに歩く人もさちょっとずつ増えてってさ、明らかに後から来るものをさこう見てるなっていう、でそれがまあ神輿なんだけど、そういう雰囲気、その神輿が来てるなっていう雰囲気で、後ろ向きに歩いてると思ったら、その後ろ向きに歩いてる人が今度なんかムービーを撮影しながら後ろ向きにこう歩いてって、あなんだなんだみたいな、したら今度その喧嘩の声もどんどん近づいてくるんだよ。謝るって言ってんだろみたいな、あーみたいなのがどん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 近づいて、で喧嘩だ喧嘩だって声もどん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 増えてきて、あやばい喧嘩近づいてきてるなみたいな、明らかに近づいてる雰囲気があんのよ。であってさ、で店のおばちゃんもさ、何喧嘩ちょっともううちのお客さんちょっともうみたいなので、私止めてくるわみたいな感じでさ、もう調理場出てさ喧嘩止めに行くのよ。ちょっとみたいなバーって言ってさ、でそうそうしばらくするとさ、その当事者同士がさその店の前を通ってさ、謝れよみたいなことずっと言いながらさ通り過ぎてくのバーっつって、でその後ろを野獣たちがまたゾロ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 歩いてさ、ムービー撮ってのバーそんなことある？すごかったな。でその喧嘩の相手も片っぽがジョーラのおじさん、片っぽがジョーラのおじさんで、あの片っぽがジャズシンガーっていう異色の組み合わせ、異色の組み合わせ、本当にバターチキンカレーとしじみの味噌汁みたいな異色の組み合わせの喧嘩でしたよ本当に。まあ異色の組み合わせだからこそ喧嘩になるんだろうねきっとね。上羅のおじさん対ジャズシンガーだから喧嘩になるんでしょうね。上羅のおじさんと上羅のおじさんだったら価値観が一緒だから喧嘩にはならないじゃないですか。上羅のおじさんとジャズシンガーだったら価値観が違うから喧嘩になるんですよきっと。喧嘩ってさ価値観の違いから起こるから、そういうことだよね。生ハムだ、乾燥させた生ハムだった。生ハムを乾燥させちゃったら生ハムじゃなくなっちゃうんじゃないかなと思いますけど、見てグミみたい、 もしくはマグロみたい。全然ピントは俺の指に合ってる。ピントはおっ、うまっ。乾燥させた生ハムうまいんだよ。あとやっぱ一個大阪に苦情を、強烈に苦情を言うとしたらですね、本日は日曜日でして、今12時、夜中の12時25分なんですけど、なぜ乃木中はやるのにそこさくとひなあいはやらないんだっていう、そこですね。乃木中をやるんであればそこさくとひなあいはやってほしいし、もうやらないんだったらもうやらないでいいじゃないですか。 なんで乃木中だけそんなさちょっと特別扱いをするんだいって、大阪よっていう、そこだけちょっとね、ちょっと主張させていただきたいなと、そう私は思います。強く思います。見れないじゃないか今日。今日選抜発表とかだったらどうするんだ。あいにくというかね、幸運にも違うからいいけど。ゆずビールうめえな。うめえな。ということで大阪の夜、一人しっぽりちょっとコンビニ晩酌をねしてね、ビジネスホテルで飲んでみましたけども、やっぱりこう楽しいですね。出張ってのは楽しいね。昔はもっとバンバン出張してたんだけどね。いやーいいですね。楽しかったな大阪。ってことでね、ご視聴いただきありがとうございます。皆さんのなんか、大阪での思い出だったり、大阪ってこういうとこですよみたいなのがあれば、コメント欄にてお寄せいただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。さよなら。